ここまで先発防御率が 2.68 でリーグ1位の値をマークしているオリックス。先発ローテーション6枚のうち5枚まで安定した投手を揃えられている現状です。その先発ローテーションを支えている選手5名の成績を細かく見ていきたいと思います。まずは山崎福也選手。ここまで先発として10試合に登板し 60.2 イニングを投げ、防御率 2.8 に WIP 0.97 と安定した成績を残しています。 KBB が 4.20 と制球力が安定しており、多彩な変化球を駆使し打たせて取るピッチングで抑えています。決め球となるチェンジアップについては被打率が1割7分4厘と素晴らしい値です。先月の6月は4試合に登板し27イニングを投げ、防御率 2.33、 4勝0敗と4つの貯金を作り、打っては5打数の2安打、打率4割1打点とバッティングでも貢献しました。山岡選手はここまで10試合先発として登板し、リリーフとして一度登板、計11試合の登板で63イニングを投げ、1勝、防御率 1.86、 ウィップ 1.10 の成績です。 KBB が 3.20 とまずまずの制球力の指標。投げる球種としては縦に落ちるスライダーとストレートが大半を占め、縦のスライダーについては被打率が1割5分1厘、空振り率が 19.1% と圧巻です。先月の6月は4試合の登板で 23.1 イニングを投げ、防御率 1.54 と圧巻、ただ勝ち星はゼロでした。ここまでの援護率が 2.21 と他の先発投手と比べて1点以上低い値です。なかなか勝ち星に恵まれてはいませんが、安定した投球内容を見せています。宮城選手はここまで11試合先発として登板、 72.2 イニングを投げ、6勝2敗、防御率 2.23、 WIP 0.91 と素晴らしい成績を残しています。 KBB が 4.38 と制球力の指標が抜群で、被打率が2割、クオリティスタートは8回と安定して試合を作ってくれる投手です。球種としてはストレートとスライダーを軸にしており、スライダー、チェンジアップの被打率は1割台と圧巻、平均92キロのカーブも良いアクセントとなっており、目線を上げさせたり緩急を際立たせています。まだ高卒4年目の選手ですが、チームの中心選手となっています。プロ初の一軍登板を開幕投手で飾った山下選手。ここまで登板間隔を空けながら先発として10試合に登板、 59.2 イニングを投げ、7勝1敗、防御率 1.36、 ウィップ 1.04 と圧倒しています。 KBB 3.67 と制球力の指標は優秀で、被打率も2割1厘と素晴らしい数値です。ここまでの登板では3球種のみで組み立てており、半分以上がストレート、平均154キロのストレートを武器に、カーブ、フォークの変化球は被打率1割4分8厘、0割6分7厘と驚異的です。今シーズンにデビューしたと感じさせないほどの投球をここまで見せつけている山下選手です。最後にオリックスのエース山本選手。ここまで11試合に登板し 76.1 イニングを投げ、7勝3敗、防御率 1.89、 ウィップ 0.89 とさすがの安定感、 KBB 7.36 と抜群の制球力で、 BB パーセントが 3.7% と四球もほぼ与えません。クオリティスタートは10度と、山本選手が投げれば
約 91% の確率でクオリティスタートをしてくれる頼れるエースです。球種としてはストレート、フォーク、カーブを軸にしており、約半分の割合で投げるストレートは被打率がなんと1割台の数値と圧巻で、決め球のフォークの空振り率が 25% というのも圧巻すぎる数値です。 WBC の調整もあり難しいシーズンかと思いますが、例年通りの投球を続けている山本選手です。先発ローテーションの軸を担う先ほどの5選手の他に、今シーズン先発として登板しているのが以上の8名の選手。昨シーズン9勝を挙げた田嶋選手が6枚目のローテーション投手を担ってもらいたいところでしたが、左腕の張りで離脱。現在は2軍で復帰登板を果たしているので合流を待っているところ。オリックスとしては山下選手の登板間隔を空ける際に投げる選手と6枚目の先発投手が課題で、ご覧の通りここまで1軍で先発として登板した選手が軒並み不安定な成績となっているのがわかると思います。この部分が埋まればオリックスとしては盤石のローテーションを組めます。もちろん以上の選手らは2軍では良い成績を残している選手が多いのですが、なかなか1軍ではそのようにいってないのが現状です。ウエスタンリーグで投げている主な先発投手陣の成績を見てみると、軒並み防御率が安定しており、中でも東選手がスタッツの面でも素晴らしい内容となっています。9試合に登板し防御率 2.04、 ウィップ 0.91 の成績で、制球力の指標KBB 波 3.91 と素晴らしく、被打率も1割9分と被安打も抑えています。東選手は今シーズン1軍では2試合リリーフとして登板し防御率 6.23 の成績。リリーフでは結果を残せませんでしたが、一度先発として1軍で見てみたい存在だなと個人的に感じています。皆さんはオリックスの先発ローテーションの5枚目、6枚目は誰を優先的に起用してほしいですか？コメント欄に書いて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。